デフロックの危険性についてのスライドを作ってみました。これは600キロのトラクターに作業機が200キロの質量を直送しておりまして、路面係数は1という非常に良好な路面を走行するという想定であります。直立半径が5メーターの道路を走行しますが、このようにデフロックをかけている場合には、内輪差と外輪差の差が、によって、回転トルクが生まれるということであります。で、これをスローで見ていきたいと思います。ここで前輪がちょうどカーブに入ったところで、後輪に、このような制動力と駆動力が発生をしております。ここでコーナリングのための前輪の抑力が発生しています。だけれども、この後輪による回転力とこちらのコーナリングフォースが釣り合いませんので、このように脱輪をしてしまいます。で、ここでもう一度巻き戻して見てみたいと思います。この状況では、後輪にそんなに差は生まれておりませんが、オペレーターは1メーター毎秒のちょうど1メーター先を見ておりまして、それで操舵を切っております。大体この辺りですね。そうしますと、この辺りでは、後輪の、駆動力というものには差がないわけです。そして、前方の左カーブを認識して、わずかに操舵を切り始めますと、デフロック効いておりますので、外側、これですね、内側には駆動力が、外側にはスキッドで制動力が作用しますと。で、こういう状態なわけです。そして、まずケース1なんですけれども、この駆動力と制動力によって発生するモーメントが非常に大きいものですから、これらの力によってはそれを支えることができないということで、オーバーステアリングという形で転倒が起こると、そういうふうに考えられます。以上であります。